戦国姫子、京極辰子、この方はですね、後に、松の丸様、松の丸殿、また西の丸殿とか言われる方で、もともとはですね、こちらの若狭武田氏の、当主、最後の当主だった武田元明公の、正室だったということなんですね。後いろいろ言われることもあるんですけど、結果的にはですね、京極家を再興したような形でですね、江戸時代まで、続く、幕末まで続く、現代まで続く、非常に優秀な女性だったんじゃないかなと思いますね。女性でしたけども、ちょっと戦略的なちょっとこともですね、悔いとするというか、なんかね、お話し上手みたいですよね。お母さんが京極マリア様ですからね、京極家はキリスト教のね、キリシタン大名とかキリスト教に入っている方もかなりいらっしゃいますけども、もちろん浅井三姉妹というところになりますし、浅井家との関わりも非常に強いと思います。お父様は京極高義子ですので、京極家と浅井家と名門の血筋を、引いたですね、方になりますよね。時もですね、お子さんいるんですけど、それからですね、豊臣の人っていうような形のイメージでですね、秀吉公の一応側室というような形でですね、あと財産姉妹とか、いろいろね、京極家との関わりもありますし、徳川家と豊臣家のね、仲立ちみたいなこともしますし、ドラマなんかでもね、うまく描かれてますけど、非常におおらかな感じのするような方でですね、そんな政略的というか政治的な匂いは全くしないような気がしますけど、結構やり手な感じしますね、私的には。そんなイメージのすごい人です。ドラマなんかですね、ちょっと著名な俳優女優さんが演じられてるんで、イメージが違う方もいるかもしれませんけど、そうでないと生き残れないですし、自分の身がね、どうであろうと、やっぱ亡くなってますけど、亡くなった夫とかね、武田氏というよりは、成果の方の京極家ですよね、そちらの方に回ったと。そのためには、何でもしたっていうような感じですよね。ちょっと表立って出てきてないですけど、なんかね、いろんな匂いがする方なんですよ。その辺もね、ちょっと後々また話していきたいと思います。ちなみにこの方、お墓は京都にありますので、こちらは直接関係ないんですが、武田氏、若狭武田氏の居城でありました、後瀬山城の山麓にあります本寺さんです。隣にね、復元されつつ館跡があるんで、できたらいいなと。もちろん後瀬山城もですね、京極辰子様のゆかりの地ではあるんですけど、ちょっと簡単ですけども話をさせていただきました。戦国のプリンセスの一人、京極家の大生まれで、最も、過酷な時期を生き抜いた京極辰子様についてでした。